これだけの力を持ったアゴン宗が他の教団に比べて信者が少ない、なぜか、あまりにもレベルが高いということと、私をはじめ信者諸君がこの素晴らしい教えと法を人々に教えてあげるという努力が足りないんだね。自分だけが満足していて、他の人も同じように助けてやろうという菩薩の精神がアゴン宗の信者諸君には私は欠けてるんじゃないかと思う。と同時に、そのような信者にしているアゴン宗の制度というものがあるんじゃないか。アゴン宗にも規制があったんだなということに今度気がついたんです。やはりアゴン宗も規制を解除して、もっと自由にのびのびと、私たちが持っているこの教えと法をできるだけ多くの人々に広めていかなきゃいけない。そうしないと、自分だけで満足していると、いつの間にか21世紀に入って日本は消滅してしまっている。それが日本の持っている因縁とカルマなんだと。日本の政治も産業も経済も文化も、この海の真っ只中にある一つの小さな島です。その島国精神の中に、自分だけが何とかやっていければいいと、日向ぼっこの精神だと思うんですよ、ね、それを今我々は捨てなきゃいけない。これだけのものをアゴン宗持ってるんで、私ははっきり言うけれども、これだけの力と理論を持っている宗教家は世界に私しかいないんですよ。その私の力と私の心が、私の人類に対する愛情が、なぜもっと大きく広がっていかないのか。それは私は今までまっしぐらに突き進んできて、辺りを見回す余裕がなかった。だからここまで来た。だから諸君はおそらく息も絶え絶えにあとくっついてきたんだろうと思うんですよ。とにかく館長のあとくっついて、館長から落語しないようにくっついてきたんだと思うんです。ここで私は立ち止まることを決心して、ここで立ち止まって信者を養成し、職員を育て、そして大きく世間に社会に我々の愛と法と理念を伝えていくようにしよう。それを今月から